オフタルモサウルスオフタルモサウルス赤は、中ラ期中期バトニアンキから、白亜ゼ前期アルビアンキのヨーロッパ及び南北、アメリカから発見されるオフタルモサウルスカに属する魚流の赤である。最も古く、基本的なオフタルモサウルス赤の生物はアルゼンチンで、発見されたバトニアンキ初期のモレサウルスである。厚い王城の周縁体の形状をした後、頭骨基底部の大きな下頭部、 尺骨と上腕骨の後輩側にそれた、小関節面、鋭い伝部の表面、閉塞口のある座骨、地骨が、オフタルモサウルス赤の特徴である。ジョージ・エイチ・バウアンが1887年に、オフタルモサウルス赤を命名した。フィッシャーらが2012年に、初めて系統学的に定義し、その内容は、プラチプタリジンス・ハーシニカスよりもオフトアーモサウルス。 アイスニカスに禁煙なすべての分類群である。ただし、エリー・マックスウェルをはじめとして、オフタルモサウルス赤を正式な分類として認めない、意見もある。マックスウェルは2017年に発表したジェンガサウルスの元気祭論文において、オフタルモサウルス赤という分類群そのものを否定している。以下のクラドグラムは、フィッシャーらの2012年の論文に従うものである。ありがとうございます。